こういうタイトルで昨日、ヤクスポンで教えてほしいので私って最初で働いています豊岡といいます。横浜研究所というところ、日立の横浜研究所というところで働いていて、2日に、富山があっています。仕事の方は、産業制御システム系の OS、特にリラックスが本なんですけれども、それをやっています。もともとはサーバーの方、コントロールシステムの中のサーバーをやってたんですけれども、去年ぐらいから組み込みの方を始めました。リラックスで、トレースとかですね、リアルタイムの仮想化とかそういったものを、去年までやってたんですけれども、今年は、リアルタイムリラックスというのをやっています。トレースの方だと、トレースで、スナップショット機能というのがあるんですけれども、それの、インターフェース、スナップショットインターフェースを使って、少しですけれども、リラックスの API のストリームに貢献したりはしています。で、今日は発表では、こんな感じのアップラインで、話をしました。まず、リアルタイムシステムというものは、どういうものかというのを、非常にざっくりですけども、説明して、で、リラックスで使えるリアルタイム機能を、これもそんなにその詳しくという感じじゃなくて、ざっくりと説明します。それから、リアルタイムの、リラックスのリアルタイム性の評価を、やったんです。やったかその、レイテンシーの評価を行ったんですけれども、そこで、チューニングを行った点とかですね、そういったところを、基本的なところですけれども、説明いたします。それから、最後に、性の評価に、の話をします。で、リアルタイムシステムってどんなものかっていう話なんですけれども、さっきもあったんですけども、デッドラインに間に合うように、イベントを処理しなければいけないと、いうものになります。で、よくある、間違いとしては、リアルタイムシステムが早いのではなくて、最悪性能だったり、ダメについてな、動作が、重要だと。この図は、タイマー駆動で動くような、タイマー駆動で応答回線を実現の、本当にリアルタイムシステムの場合と、ノンリアルタイムの場合で、どういう違いがあるのかっていうのを示したというふうになります。ノンリアルタイムだと、普段はデッドライン守れていても、たまに動くまでにデッドラインが落ちてしまうんですけれども、リアルタイムシステムが常にデッドラインを守るというものになります。で、ちょっと先ほどの図書の小林さんの、統一紳士のデモがあったんですけれども、実は同じ似たようなものを、自分も昨日、ちょっと、画面に出して、申しました。どういうものかというと、これもやっぱりですね、アーム上にリラックスを乗せて、これは1コアなんですけれども、乗せて、ジャイロセンサーから、覚速を取ってきて、で、モーターの方に PID セリングで、フィードバックを書いていくというもので、そこにアディショナルロードって書いてますけど、外覧を入れて、リスターバックを入れて、でそれで、リアルタイムなものは通れないけれども、ノンリアルタイムなものは、通りましょう。レゴマインドストーンってあるんですけれども、これもともとは UV3 っていうタイプは Linux がもともと載っているので、それを流用して作っています。で、右側が、普通の Linux ですね。Right side is usual Linux and left side is real-time Linux. Linux with real-time tuning.左側が、ちょっとリアルタイムの方に、チューニングした、ものになります。
で、負荷をディスターバンスと普通のジャックダウンをするけれども、まあ、やりたいのはという形になります。ということで、まあ、ジャックダウンシステムというのはその期限を守れないと、まあ、危険な状態になってしまったり、まあ、処理の意味がなくなってしまったりというのを、まあ、示すということです。ここからリアルタイムのリラックスでの、 リアルタイム機能がどんなものがあるかという話になります。もともとリラックスは iOS として使われているので、まあ、機能性に高い機能性を持っているんですけれども、平均性能だったり、あるいはピーク性能の方が普通は、重要になります。なので、レイテンシーの方は、非常にバランス値が大きい、ものに、何もチューニングしないとバランス値が大きくなってしまいます。それで現在のメインラインのリラックスでも最近は非常にたくさんのリアタイムの機能が入ってきていて、ある程度の、決定の時の動作であれば、可能になります。その時に適切なコンフィレーションだったりチューニングを、行ったりする必要があります。でさらにアウトオブツリーで、データ RT というパッチセットが、開発されていて、これを使うとさらにメインラインでチューニングした時よりもさらに最大性能を、最大レイテンシーを下げることができます。でもともとその Linux に入っているハイレゾリューションタイマーとか例えば、PI Mutex とかそういったものっていうのは、RT 由来っていうのが多いです。で、ここからちょっと個別に、話をしていくんですけれども、リアルタイム機能の、リアルタイム関連する機能の抜粋っていうのを使います。で、まず、固定優先度のスケジューリング。なんですけれども、リラックスって今、3種類のスケジューラーがあります。一つが、コンプリートリーケアスケジューラー。これがリラックスでデフォルトで使われるスケジューラーですね。セットアダーとスケットバッチとスケットアイドルっていうこれ示していると、このクラスというかこのスケジューラーが動きます。スケットはコマンドラインとかでコマンドを打つとスケットアダーの、プロセスが生成されます。ただこれはタイムスライスで、制御しているので、いつどのプロセスが動くかわからないので、決定論的な動作には、不向きです。それからリアタイムスケジューラーというのも実は、あって、Linux ってリアタイムのスケジューリングできないんだよねとかよく言われるんですけど、実は固定優先度、優先度ベースで、一応データアリンティックな、スケジューリングも可能です。それから最近3.14 でデッドラインスケジューラーというのが追加されました。これはタスクに対してその周期とかデッドラインというのを与えておいて、でその、その時ある特定のタイミングでそのデッドラインが一番早いものとか、デッドラインがデッドラインが一番早いものを、先にスケジューリングしていくっていう、そういったものになります。こちらはリラックスの、ランキューの、概要図になります。GPU ごとにリラックス、ランキューを作って、で、リアルタイムタスクというのは常に CFS のタスクを先に動くので、CFS がどんなタスクがいても、リアルタイムタスクも、必ず最優先されます。で、そうですね。優先度としては、0から99まであって、リアルタイムタスクの方は、1から99までは約やられています。CFS の方は、0だけですね。基本的には、一番高い優先度の、一番先頭のタスクが、ディスパッチされるという形になります。次に、パネルプリエンプションですね。プリエンプションの、プリエンプションがオフになって、コンフィギュレーションでオフになっている場合は、高い優先度のタスクが
ウェイクアップされてもしばらく待たされる、いつまで待たされるかというとシステムコールが、その時動いてたカレントタスクのシステムコールが終わるまで、あるいはそのカレントタスクが自発的にこの CPU を手放すまでは、いかに一番優先度の高いタスクであっても、待たされてしまいます。で、これを解決するのがコンフィグクリエイトで、これはパネルプッターによって、カレントタスクが動いている場合であっても、高い優先のタスクが起きてきたらもうその瞬間にコンテキストスイッチを起こすという、で、さらにあとただ常にカレントモードだったり常にコンテキストスイッチが起きるかというとそうでもなくて、もちろんプリエンプトをオフにしている、面積的にオフにしているところというのがあるので、例えばスピンロックとかそうなんですけど、そういう場合はそういう場合はちょっと遅延が起きます。ただ、これを使うことで、ある程度レスポンスの遅延でレスポンスのレイテンシーを、改善するということができます。次にハイレゾリューションタイマーの、話ですけれども、リアルタイムシステムって結構タイマーに依存しているものが多くて、タイマーイベント、周期的なタイマーイベントであって、そこから次のサイクルまでに処理を完了させるというのがあるんですけれども、Linux の、 タイマーリストっていうのを使うと、TIC とか、TIC の1ミリとかですね、10ミリとか、そのぐらいの解像度、レゾリューションしかないので、どうしても、長すぎて、使い物にならないというケースっていうのがあります。で、なので、TIC ヒーゾンなソフトウェアタイマーというのが必要になってくるんですけれども、それがハイレゾリューションタイマーですね。結構難しいものもありされたと思います。これを使うとナノセカンドレベル、ナノ秒レベルで、タイマーいつ発火させるかという制御ができます。また具体的にはナノスリープとか、インターバルタイマーとかプジックスタイマーというのが、このハイレゾリューションタイマーの恩恵を受けるから、ライブキューセットというのは、インタラクト、割り込みハンドラーを割り込みハンドラーのほとんどの部分をそのカーネルステートに移して、割り込み禁止区間を、少なくするというものです。そうすると割り込みハンドラーを優先度付けできるので、普通リラックスして割り込みに対して優先度付けないんですけども、そういう環境であってもある程度割り込みに対して優先度をつけるということができます。で、さらにですね、これを使うかどうかっていうのはそのドライバーだったりその割り込みを登録するときに任意に決めるんですけれども、コンフィグ IRQ ホーストセッティングっていうコンフィグを使うと強制的に全ての割り込みハンドラーを、スレッド化します。で、ただタイマーインターバルに使うタイマーとかはちょっと例外で、これは IRQF のセットというグラフになっていて、これだけはちょっと例外でスレッド化されないんですけれども、他のデバイスドライバーの、割り込みハンドラーっていうのは基本的にこれを使うと強制的に切るとなります。ただこれをオンにしてコンパイルしたら、必ず強制されるっていうわけではなくて、起動パラメーターのようにブートパラメーターに ZIRQs っていうのを、つけないと、この機能は、IRQ セットができているかっていうのを確認するには単純に DS コマンドを使われていて、IRQ スラッシュっていう先頭についているものが、IRQ セット通過されたら単純に割り込みハンドラーになります。他にも実はいっぱい、たくさん、リアルタイム関連機能があるんですけれども、ちょっと違かったらゲット RQ パチセットというのが、アドオブツリーに開発されていて、こちらを使うとさらに決定論的な動きをさせるということができます。こちらは自分が確認したバージョンだと318.1で構成されていて、非常に、
ちらはですね、マリナーパネルになって、コンビル、ゲッターディクルっていうコンビルを組み出すと、フリックプリエンプションが、入力することになります。このフリックプリエンプションって何かというと、ほとんど全てのパネルで、プリエンプトを有効にする、まあ、プリエンプトできるようにするというものです。具体的にはそのメインラインでのそのプリエンプトに加えて、スピンロックとかも、ビューテックスに置き換えるということをやって、割り込み緊縮感とか、プリエンプト緊縮感というのを、少なくしています。それから、あとですね、まあ、318個のパッチがあるんですけども、非常にあの、小さいけれどもの、まあ、いろんなところの税金を下げるっていう、そういうたくさんの背景のパッチから、から実際にあの評価、評価するとき、あるいはまあ製品とかですね、開発するときに、必要になってくる注意のポイントというのは、まあ、共通的なものなんです、なんですけれども、そういう話に入っていきます。まずあの、ロックソースの、解像度というのは、評価するときに結構重要で、ロックタイム、ロック時刻の取得とか、あるいは、まあ、更新とかって、ロックソースに保存しているので、測定するときに、ロックソースのレゾリューションが悪いと、その測定した値が信用できないということが起きてしまいます。このケースだと、こちらのビメッセージを使うと、ロックソース何使っているかというのが確認できるんですけれども、こちらは 24MHz とかにもあって、41ナノ秒の解像度があるので、まあ、マイクロテックオーダーの時間を測るには十分です。ただ、時々その、ブートしたときに、32kHz タイマーとか、が使われているということがあって、そういう場合は、30マイクロ秒ぐらいの解像度しかないので、サイクリックテストとか使うと、全然信用できない値が出てくるとか、そういう問題があります。それからタスクプライオリティ、タスクの優先度ですけれども、まあ、さっき示したように、リアタイムポジシーとリアタイムプライオリティを使わないと、決定論というのは、非常にできるので、で、基本的には、スケジューラーというシステムが、まあ、よく使われます。これで、まあ、タスクの属性を変えて、リアタイムスケジューラーに変えします。で、ピースセットの場合はこのステップセットスケジューラーも使えるんですけれども、別のライブラリーも用意されていて、ピースセットアトリビュートセットステップパラメンスというのがあります。でこれを使うとスレッドをクリエイトする前にその新しく作るスレッドの優先度という、まあ、あるいはポリシーとか優先度というのを、あらかじめ設定しておくということができます。ただこれを使う場合は、一番下のピースセットアトリビュートセットインデットステップというちょっと長い、非常に長いライブラリがあるんですけども、これでピースセットエクスプリシットステップという値を設定しておかないと、ちゃんと設定した、その上の方のライブラリーで設定した、ポリシーとか優先度にならないといったことがあります。で、設定した、優先度にならないときはどうなるかというと、もともとそのピーセット、スレッドを、作る側のタスクの、ポリシーとか優先度がそのまま、継承されてしまう。なので、可能でありますと、Z スケジューラーを使うというのが一番。タスクスイッチに2種類あって、プロセスの、スイッチと、スレッドのスイッチと2種類あって、で、基本的にプロセス同士のスイッチの方が、コストが、レイテンシーが高くなってしまいます。なぜかというと、まあ、TLB のクラッシュとかですね、あと、ARM だと、自分のARMだと、まあ、キャッシュを L1 キャッシュとか、クラッシュしたりすることは、なので、
たまにある、まあ、たまにとか、まあ、よくあるんですけど、リアルタイムアプリケーションにその複数のスレッドじゃなくて複数のプロセスで順番に処理をしていく、それでデッドラインまでに処理を完了させるというタイプのリアルタイムアプリケーションは、まあ、こういうタスクの、それからプロセスのスイッチ時間も、考慮する必要というのがあります。それからページフォールト、メモリアロケーション普通はアプリケーションに対するメモリアロケーション普通はソーアドレスだけ与えておいて、でそこに最初にアクセスがあったときに初めてメモリアロケーションをやれるという、ものになります。なので、そのメモリ割り当てが起こってしまうと、レイテンシーが、まあ、余計なレイテンシーが発生してしまいます。これを防ぐにはエブノクオールを使って、物理メモリを、物理メモリみたいに常に、メモリをロックしておくという、セットが必要になります。次にマルチコアですけど、先ほども小林さんのお話であったように、マルチコアのコードを使うと、リアルタイムのものと、まあ、そうでないものっていうのを分離するっていうのが、できるようになります。で、その前にそもそもマルチコアだと、タスクがその、パワー感を行ったり来たりするので、その時にそのロックを、スケジューラーの中でロックを取ったりとかしてしまうので、その時にどうしてもレイテンシーが、そのマイグレーションの時にレイテンシーが発生してしまいます。で、なのでできればリアルタイムアプリケーションは特定のコアに、固定しておくっていうのを望まして、でそれをやるには、CPU セットっていう、機能を使います。これはその特定のタスクを、特定のコアに割り当てるっていうことです。それから先ほども、小林さんの話だったように、割り込みの、分離ですねというのも、非常に有効で、リアルタイムタスクに関係のない割り込みに入ってくるコアにはもう、リアルタイムタスクが割り当てなくて、リアルタイムタスク、関係のある IO というだけ、そのコアにだけ、割り当てるというのは、経験者さんにとっては、重要です。それからロックデバッキングフィーチャー、ロックのデバッキングというのが結構たくさんあるんですけど、これをオンにしていると、非常に、レイテンシーが悪くなってしまいます。なので、まあ、これはオンにしましょうという形で点をします。で、ここから、性能強化の話になります。2種類、今回は、測定を行いまして、1つが、割り込みの、応答性能ですね。割り込みが起こってから、タイマー割り込みが起こってから、ユーザー空間のタスクが、実際にスケジュールに返されるまでの、区間を、測定します。でこれは有名な RP テストというツールの中のサイクリックテストというのがあるんですけれども、こちらで測定をしました。で、パラメーターとしてはこういったものがあったりします。CPU 0に、タスクを固定するとか、優先度をリアルタイムリズムを作っていくとかですね、ブロックを設定、ブロックを使うとか、そういった、ションあたりです。試行回数は、マイナス L の、ダッシュ L のところで10万回にしていて、これは本当はその、本当のその外れ値を見つける上では、すごく短すぎるんですけど、まあ、今回ちょっと、プレントとか、プレント RP の効果を見たいっていうことで、このぐらいの値にして。でもう一つはタスクの、スイッチ時間で、これはちょっと、自作のプログラムで測定しました。ただ、RT テストの中にも、PT セマテストっていうのが、タスクスイッチというか、まあ、セマコを使って、タスクスイッチの時間を見るっていう、ベンチマークなんですけど、これを使っても、
今日は、撮影は可能です。ただ、ヒストグラムを撮るっていうのがなかったので、自宅で作りました。そうですね、これも、具体的にどの区間の処理を、図っているかというと、まあ、2つ、高い優先度のものと低い優先度のものを2つ用意して、まず高い優先度のものから眠っている低い優先度のタスクをベースアップし、眠コストというタスクをベースアップします。で、その後タスク A、そのままだとタスク B はランキューには入るんですけれども、CPU では、動作しないので、タスク A で自発的に、スリープをかけます。で、そうすると、スケジューラーは一番レディーなタスクの中からタスク B を選んで、タスク B が実際の CPU を奪い取られるということになります。この1から4の負荷を測定しています。で、評価環境は、こんな形になっていて、ボードは2つ、使用しています。1つはビーグルボンドで、こちらはバーテックス A9 に使っているものです。それから、もう一つがアルピマさんという会社さんが出しているヘビオボードというものを使っています。こちらはFPGA が付いているアームのデュアルコアのバテス A9 のデュアルコアのボードになります。で、ターゲットボードと PC と用意して、で、iPad を別に動かして、ガイダンを与えながら測定を、しました。比較としては、3種類の、コンフィギュレーションというパネルを用意しまし、していまして、一つがノープリエンプトで、こちらは下にあるようなプリエンプションもホースト IRQ セッティングもフルプリエンプションも、全部オープンしています。で、2つ目がプリエンプトで、こちらは、プリエンプションと、ホースト IRQ セッティングを、オンにしています。で、ここまでは 3.14.0 の、メインライブパネルを使っています。で、最後にプリエンプト RTP、ですけれども、こちらは 3.14.0 に、メイン内のものに、RTP パッチを当てて、フルプリエンプションを、オンにしています。こちら、ここからは実際の評価結果になります。測定結果になります。まずビーグルボーンブラックでの割り込み応答時間ですけれども、ノープリエンプトの場合は、やはり非常にレイテンシーのバランス機能が大きくなっていると思います。あまり回数が少ないので、数秒前に今回の測定では390〜300マイクロぐらい、最大限に発生してしまいました。で、これを、プリエンプトというコインして、単に IRQ 製品のコインにすると、88マイクロまで、下がります。さらに、プリエンプト RTP を使うと、55マイクロまで、下げることができます。それから、じゃあヘリオボード、の方の、同じくサイクリックテストの結果になります。こちらもやっぱりさっきと同じようにそのプリエンプトの場合はどうしてもばらつきを。ちょっとこれはグラフの問題なんですけども、最大レイテンシーはノープリエンプトで248マイクになっていて、グラフ上には点が見えてないんですけれども、ちょっと本当はサンプル図とかがあるんですけど、ちょっと円グラフにしてしまったので、表示されているので、レプリエンプトになると、108マイクロなので、かなり、やっぱりレイテンシーを大幅に下げる。さらにプリエンプト RTP の場合は30マイクロで非常に良い値ができる。こちらはビーグルボンブラックのタスク推移時間。これを見るとその、ノープリエンプトでその最大レイテンシーが悪くなったりばらつきが大きいというのは、当然なんですけれども、プリエンプトとかプリエンプト RTP を使ってもそのいくつか山が出ていて、アウトライヤーでそのハズレ値も出ています。これがその正しい挙動なのか、正しくない挙動なのかっていうちょっと
実は私の本を買っているんですよ。本当は、私も、それを何か読んでいるとかですけど、まあ、あんまり説明もなくて、読むっていう、実は分からずに自慢してたっていうのが、という形なんでしょうか。ですね、一応プリンプトを使う、プリンプトの方だと、まあ、ノープリンプトに比べるとだいぶ最大で電池が下がっていて、69マイクまで電池が下がっています。プリンプト RT を使うと、ちょっとほんのちょっと、まあ、6マイクロぐらいですね、ちょっと上がって最大で電池が上がっています。まあ、ただ、まあ、ほとんど似たようなところで、まあ、で、ヘリオだと、この形になっていて、今度はノープリンプトの方が、ちょっとだいぶ右側の方にいっぱいついているんですけれども、まあ、やっぱりプリンプトとかプリンプト RT を使うと、かなり最大で電池が管理改善される、という形になっています。ただやっぱり同じく山がいくつか出ていて、ちょっとこれが負担っていうのは。どうなのかどうかというのはちょっと分からないでしょうか。最後にまとめますと、現在のメインラインなんですけども、たくさんのリアルタイムをサポートする、機能が入ってきています。でさらにプリンプト RT を使うと、さらに実演などをさせているということが出てきます。で、まあ、今回の、評価結果一応ある程度適切なコンフィギュレーションとチューニングをすることで最大電池を下げることができたという形になります。これで今日は以上です。質問とかありましたらぜひ日本語で結構です。で34ページの結果なんですけど、はい、結あれですよね、もうタスティッシュの画面をやったんで、はい、これね、結果としては、ね、正しいと思いますっていうのは、はい、サスティッシュを取ってる間にタイムワイトがそのまま入ってきちゃうとか、そういったこともあって、その時にちょっとだけオーバーヘッドかかって、それが大体30マイクロ秒くらいなんですね。で、それが起こった時っていうのが、あそこのもう一つの山の方に来ちゃってて、でその辺の、まあ、なんでそれが起こるかっていうのは、F トレースとか使ってトレース取ってみると、はい、実はそういうことが起こっていることが分かったりもするので、その辺が、この辺につる、他のが役に立つと思いますけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他はどうでしょう。先、先にテストでどのぐらい事故したか書いてあったと思いますが、はい、まあ、たまに24時間とか事故しないといろんなレイテンシーが出ないという、はいはい、そうですね。なのでちょっと今回は非常に、10分とかそのぐらいで終わってしまうので、ちょっと10分ちょっとだったので終わってしまうんですけれども、本当は長時間動かして、風邪症を検出するっていうのは、はい、それでなんか1ミリとかのレベルが見たことがあるそうです、ね、昨日OSADL っていうヨーロッパにあるリアルタイムニュースを支援している団体のカルステンエンベっていう方はインダストリアルグレードニュースという話をやっていて、やっぱりそこで QA ファームっていうリアルタイムリナックスのそのベンテージを常に監視していて、風エッジが、出るか出ないかっていうのを監視しているようになります。他どうでしょう。ちょっと後ろから行こうか。あ、すいません。じゃあそういうすごい高いレイテンシーを出す原因っていうのはやっぱり見つけるのは結構難しい。高いレイテンシーが出たとして、でその原因を解析するということですか。そういう意味では、そうですね、
取っていれば一応その時に高い霊点子が起こった時のその何を実行していたかっていうのは分かるんですけれども、アームで FTS とか使うと結構オーバーヘッドが大きくて、ちょっとそこの何ていうか、どこをその外れ値として設定するかっていうのが結構難しいっていう問題は難しいです。ちょっとそこはどうやればいいのかっていうのをちょっと今自分も探して。すごい難しいです。やばいですよ。ハードウェア使うか、もしくは FTS でも一応傾向が出るんであれば、その傾向をよく見て外れ値をやって外れ値が起こったところで何が起こってたのかを延々と探すかっていう。やっぱりデバッグがいいと思いますけど、でも頑張るしかないっていう。24時間とか日がさないと出ないだとすると、はい、そのとおりだと思います。そこで止めるっていうのもまた難しかったりとかするので。ですかね、他は。昨日もなんか質問されてましたけど、要は、はい、これ、まあ、昔も足みたいなことをやってましたけど、はい、私もその時に突っ込まれたんですけど、はい、ライアンに何をするかっていうのは、結構その影響が結果に大きく出ちゃうんですよ、ね。はい、で、私も昔に似たような結果を出して、その要は、よく知ってる人はだからどこの処理が動くとレイテンシーが増えるかを分かっていれば、わざとそういうライダーを動かすとあっという間にレイテンシーがガーって増える、はい、で彼らはだからそれを一生懸命潰すためにまあ全般っていうのをやっているので、それ見つけては多分なんかそういうところの動きを外していったりとかしているので、なんか多分外乱、今回の外乱はまあ主に割り込みなんです。そうですね、割り込みように入れて、昨日のツッコミもだから CPU 負荷はどうなんだみたいな話をされていた気がするので、そうですね、一番前にしていろいろ座って、そう、CPU 負荷は CPU 負荷はってギャーギャー言ってたので、そうだから、そう、あと私が数年前にやった時は逆になんかその当時のカーネルは、メモリー管理周りに僕がいっぱいあるので、実はメモリーをガンガン取ったり外したりするとあっという間にレテシが出るよみたいなことを言われたことが、なんか多分時よりバージョンによってきっとなんか起こってるのもあるのかなと思うので、なんかこれの次としてそのわざとそういうのを見つけると、見つけられると逆にそこを潰すとそのパッチを RT に送ると喜ばれてトーマスもやめるなんて言わなくてとてもハッピーなことになるじゃないかと思います。カーネルコンパイルがいいんじゃないか。ああ、そう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 、あの時はそういろんな IO が託されてメモリも食ってって言ってます。組み込みこういうのでカーネルコンパイルするのって結構面白い。皆さんの知らない秘密を教えておくとね、チップの中にハードウェアのブロックっていうのがたまに入るんでね、バスアビターとか動いて、はい、ソフトが知らないことでブロックされるっていうのが起こるので、はい、だからそういう意味で実はソフトがいるすべては解けないかもしれない、はい、ああ、そうですね、だからビデオの再生とかしたらあっという間にバスが取られちゃうとかそういうので、なんか知らないことでボワッと止まることが確かになって、それは内緒話ですか。内緒じゃないんですけど、ソフトの人は気づかない、ハードにブロックされてるとかバスアビターとか必ずもう最近の SOC は全部と言っていいほど優先としてのバスになっているので、それは絶対発生しますね。SOC は多分あれだ、 3D グラフィックを使えば多分大抵の 3D グラフィックがバスの優先度が一番高いので CPU が邪魔されてしまって、そう、相当メモリアクセントが急にできなくなったりとかするサーバル電動が上がってバスがリデュースされるとか変なのプロになってくる。その時はハードウェアレテンシーディテクターというテストを実行すれば多分そうですね、そういうことが分かる。ハードウェアからエクセプションが発生してくるとソフトがくっついてくるんだけど、そこが繋がってないことがあるよね、本当はそのハードウェア全部トラップしてソフトでなんかそれエクセプションしてくんないとどうしようもないんだけどね、それだけじゃなくて、通常そのサーマルタイプ話し合いましたら熱くなったりしたら、はい、メモリータイプを削っちゃうとか実装が、ハードウェアが非常にそういうことしてしまっているとか見たら、もう少しになる。
確かに EC が大事ですよね。細かいコメントが、はい、プロセスのスイッチを行ったときに、はい、まあ、プロセスのスイッチというのは重たいんですけど、はい、その理由の一つとして、はい、TLB をフラッシュするからって書いてあるんですけど、はい、大まかには、まあ、正しいんですけど、はい、今時の例えば今回使った Codex A8A9 クラスだと、はい、TLB っていうのは1個ではなくて、はい、快速化されてるので、はい、毎回のプロセススイッチでフラッシュされるわけではないんですよ。でご存知でした？いや、知らない。あ、そうですか。じゃあ、ちょっと素敵な会があったんですけど、はいはい、多分大昔の、やっと MMU が乗ったぐらいの話だと TLB も非常に簡単な構造だったから、プロセスを切り替えるごとにそれ1回全てプロセスの忘れてしまってってことがあったと思うんですけど、今時のやつっていうのはそのペアっていうのをどれぐらいかな、例えばコーデックス A9 だったら256組ぐらい持ってるんですよ。なので、プロセススイッチした時にはその組を切り替えるんですよね。なので同時に起こっているアクティブのプロセスの数がその数を超えた時にはフラッシュされたりとかもするんですけど、まあそれなきに収まっていれば切り替えだけで済むのでフラッシュはしないので、要するに新しいプロセスに切り替わった時に TLB が発射されてるとそのアドレス変換が全部最初遅くなるけど、そういうオーバーヘッドは発生しないようになっていて、でその個数っていうのは最近のやつになればなるほどそれ増えていってるので、そういうオーバーヘッドは減ってる方向になっているですよ、ね、はい、っていうのがもし知らなかったのは一応、はい、そういうことが今時の予想するという、今時の CPU コアっていうのはそうなっています。いや、でもプロセスをバンバン作る顔はあるんですか。構造的に言ったらそのキャッシュが1次キャッシュ2次キャッシュって階層化すると同じように TLB もそういうふうに、ミニ TLB とかメイン TLB とか階層化する感じになってますね。他はどうでしょうか。 3.14 の、はい、最新のやつなんですけど、はい、3.14 からのデッドラインスケジューラーとか、はい、なんか試したりしました？実はまだ試してないです。はい、専用の API があるっていうことが分かりました。結構昔マージされる前のデッドラインスケジューラー評価したことあったんですけど、はい、まだ評価したことなくて、なんか触れていたのでもしかしたらなんか嬉しいなみたいな。でもお約束として誰かやったことありませんかってこっちの方を見てやるいう話。そうです、そうです。誰かいませんか？いないって。いないなぁ。でも部分つだって1.14.4はデッドラインみたいです。デフォルト制服が変わったからプロデプライスケジューラーは多分、アイオンスケジューラーは多分、プロデプライスケジューラー。どうも、突然ありがとうございました。